中村大輔は、日本の男性プロレスラー、総合格闘家、東京都足立区出身、U、ファイルキャンプ、ーズキド本舗所属、元ディープライト級王者、UWF のスタイルをこよなく愛し、プロレスリング U スタイルを中心に活躍する選手で、あるが、総合格闘技にも参戦している。総合格闘技のリングにも黒のショートパンツと、レガースで上がることを心情としている。 得意技は腕ひしぎ十字固め。腕ひしぎ十字固めでの一本勝ちが極めて多い選手である。中村大輔2002年7月20日、総合格闘技初試合となったザベストボリューム2でシャノンザキャノンリッチと対戦。1R 腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。2002年12月8日、ディープセブンスインパクトで行われた。 フューチャーキングトーナメント8 2ラム以下級に参戦。1回戦で木村人仕様に 1R で必死に十字固めで勝利するも2回戦で森山大に0から3の判定負け。2004年7月3日ディープフィフティィテーンスインパクトで行われたディープウェルター級トーナメントに参戦。1回戦で尾野瀬哲也に1ティコで勝利。続く十月三十日に行われた 準決勝では、星野祐二に一アーコで勝利するも、決勝戦で、中尾受け太郎にサンティコ負け。2005年4月3日、プライド初参戦となったプライド武士同、その6で、マーカス・アーレリオに0から3の、判定負け。2005年11月23日、U、スタイルアクシズで、フランクシャムロックにアンクルホールドで一本負け。2006年3月11日、 ユージール旗上げ戦で、小田隆久に、小勝利。以降、11月までの間に、ユージール7連勝。2006年4月22日、刑事刑時初参戦となった、刑事刑時16で、マイケル・ジョンソンに 1R チキンウィングアームロックで1本、勝ち。2006年8月26日、プライド武士道、その12体で行われた、武士道挑戦試合で、 池本生活に 1R 腕必死に十字固めで一本、勝ち。2006年12月9日、刑事0時19で行われた、刑事0時世界ライト級タイトルマッチで、美動者王林べ路に、1R ストレートアームバーで一本負けを喫し、王座獲得に失敗した。この試合で、左腕の骨に、ひびが入る怪我を負った。2007年9月8日、イグフ。 ゲノメで行われたユースタイル披露試合で、大久保和樹にアームロックで一本勝ち。2007年10月28日、ヒーローズ初参戦となった、ヒーローズコリア2007で、クオガーソルに 3R でひしぎ十字固めで一本勝ち。2008年4月3日、ロシアで行われた M-1 チャレンジの国別対抗戦に 71kg 以下代表として出場。ユーリーブレフに、 判定3から0で勝利。2008年5月11日、ドリーム初参戦となった、ドリーム3で、チョン・ブギョンと対戦。2R に、スタンドでの右ストレートで TKO 勝ち。2008年7月17日、M-1 チャレンジ国別対抗戦の第2 0 0キ7 0 k g 以下代表で、出場。ボグダン・クリステアに、判定3から0で勝利。この試合では、 デガースの着用が禁止となったため、刑事刑ジ19以来の約1年7ヶ月ぶりに、素足で試合を行った。2008年7月21日、M-1 チャレンジから4日後のドリーム5に、緊急参戦し、アンディオロゴンと対戦。腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。2008年8月と10月にも M-1 チャレンジ、国別対抗戦に出場し、 それぞれ一本勝ちを収めた。これで対抗戦では4連勝となった。2008年12月31日、ダイナマイト、勇気の力2008で、ところと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本勝ちを収めた。2009年3月8日、ドリーム7で、石田光弘と対戦し、判定負けを喫した。2009年10月6日のドリーム11で、 JZ カルバンと対戦予定であったが、カルバンが右膝負傷により欠場となり対戦相手は調整中と発表された。10月3日には、ふさわしい相手が見つからなかったとして、ドリーム12へのスライドが発表されるも、最終的にドリーム12への出場は消滅した。2009年11月23日、ZST22 で、小谷直之と対戦し、 横選択バサミで一本負けを喫した。2009年12月19日、ストライクフォース初参戦となった、ストライクフォースエボリューションで、ジャスティン・ウィルコックスと対戦し、0から3の判定負けを喫した。2010年4月25日、吉田秀彦引退工業アストラで、テント・ガンと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。二千十年十二月十一日、 ディープ51インパクトで、伊勢と対戦し、飛びつき腕ひしぎ十字固めで一本勝ちを収めた。2012年2月18日、ディープ57インパクトで、郷野の秋と対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2012年6月15日、ディープ58インパクトのディープライト級王者、決定戦で、岸本康明と対戦し、5から0の 判定勝ちを収めプロ10年目で初の王座獲得に成功した。2013年4月26日、初防衛戦となったディープ62インパクトで北岡悟と対戦し、5から0の判定負けを喫し王座陥落となった。2014年6月16日、東京都足立区に道場総合格闘技ユーズ起動本舗を本格オープンした。ありがとうございます。